すげえグレーゾーンだなって思うんですよね。果たしてこれっていいのかなとか。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日はですね、会話型 AI ですよ、チャット GPT ですね。前回出しましたけれども、そちらでですね、よからぬことをですねやってるっていう人がいるみたいなんで、それが一体どういうことかと、なんでそれができてしまうのかっていう、まあ、注意喚起ですね。皆さんやっちゃダメですよ、まあ、こういうことでできちゃうんだよ的なねものがあるので、皆さんそれやらないようにぜひ注意していただきたいので、この動画作りたいのと、あとマイクロソフトビーイング、そちらの順番待ちをしていたらですね、使えるようになったんで、チャット GPT とどう違うのかっつうのを詳しくですね、動画で言っていきたいと思います。チャット GPT は会話型の AI ですよ。前回動画作りました。見てない方はこっちにリンクがあるので、あと概要欄にもリンク貼ってます。そちらをぜひ見ていただいて、あ、こういうものかって理解した上でね、また来ていただくと、より動画がですね楽しく見られるかなと思いますんで、ぜひ動画最後までご覧ください。というわけで行ってきましょう。というわけでね、チャット GPT ですよ。チャット GPT でですね、お金を稼ぐっていうものがですね、結構出回るようになってきました。具体的にはね、まあ、どういう風にやるのかっていうところなんですけど、ここにね、いろいろ打ち込んでいくわけですよ。例えば、70歳に人気のものとかを調べていって、で、そこで出てきたものですよね。例えば、健康についてとか、孫の成長とかですね、まあ、そういったものですよ。いろいろこう出てきたものを続けて検索していく。例えば70歳の人はこういうものが人気なんだなと、あ、こういうものが人気だったら、じゃあこれをですね広告打てるようにしようかとか、また、あ、自分が何かね新しい商品作って、これをどういう風にターゲットしていったらいいのかみたいなものもこれに入れて答えてもらうという方法もねあるみたいですよ。例えば80歳が気になることとかを入れて、健康管理とかですね、まあ、そういったものが出てくると思うんで、それに沿ったものですよ。経済的問題であったら、80歳の人はこういう風に人生を乗り越えましょうとか、例えば節約する方法とか、社会的つながりですよね、コミュニティを作って80歳同士で健康をやりましょうよみたいなものをここでですよね使うっつうことができるわけですよ。これを元にですね、自分で頭を働かせていろんなことをやっていくっていうことが、まあ、一つできるかなと。例えば YouTube を始めたいんですよっていう時に、まあ、ここで聞くとかね、 YouTube で登録者を増やす方法とか、コンテンツの品質を高めるとか、キーワードですよね。タイトルとか、タグとか、サムネとかですかね。あと SNS で SNS。これはもう一般的なものですね。もう一般的にみんなが分かりきってるであろうっていう内容だけど、ゼロの状態なんですよ、自分はっていう場合に、チャット GPT で聞いてやっていくっつうのは、一つありなのかなっていうふうには思いますね。あとね、これね、最近多いのがね、小説、チャット GPT に小説を書かせてみたっていうものがね、Amazon とかでも売ってるんですよ。これがね、すげーグレーゾーンだなって思うんですよね。果たしてこれっていいのかなとか、ちょっとわかんない部分に入ってくるんですよ。この AI 問題なんだけど、 AI が作った文とか AI が作った絵とかっていうものは誰のものなのかですよ。誰のものによってこれが成り立ってるのかっていうのがちょっとわかりにくいっすよね。これも一つ稼ぐ方法って言われたらうーんっていう感じになるから、やっぱ正しくね使うのがいいのかなと。プログラミングできるとか、こういうプログラムでどうやって打ったらいいんですかみたいなものも答えてくれたりとか、あと会話ですよね。そもそもの会話ですよ。いろんなことを、まあ、関西弁で喋ってくださいよとか、そういうことを楽しむってことができるから、プラスだよね。プラスのストロークというか、ポジティブな内容に努めた方が、まあ、いいのかなっていう感じがしますね。皆さん十分注意していただきたいのがね、昔です、情報が2021年かなで、データが止まってるみたいなんで、これがめちゃくちゃ新しい情報なのかって言われると微妙ですよ。この YouTube で登録者を増やす方法とかも、定期的な投稿、コラボとかコメントとか返す、 SNS とかで宣伝するとかは当たり前のことだし、昔から言われてることなんで、誰でも調べればわかるようなことだからね、めちゃくちゃこう革新的な、まあ、それこそ最近です、ここ2、3日で起きた出来事とかを聞いても答えることができないっていう大いなる欠点があるんで、そこもね注意していただきたいなと。なんでこうあくまでね楽しむものですよ。こういう風なものをしてやると楽しいんだよとか、プラスのことができるんだよみたいなものの未来をね感じてもらうっていうものなのかなっていう風には思います。
そしたらね、今度はビーングですよ。マイクロソフトビーングっていうことで、順番待ちの状態だったんですけど、使えるようになったんで、試していきたいと思います。こんな感じですね、検索結果ですよね。いろんなものがバーっと出てくるようになったんですけど、ここですね、こんにちは、これはビーングですっていうことで、チャットしましょうというのが出てくるようになりました。こんな感じでですね、喋れるようになります。この辺はね、チャット GPT よりもね、結構優れた感じしますね。チャット GPT はね、OpenAI っていう会社が作ってるんですけど、マイクロソフトが多額の投資をしています。なのでチャット GPT はすごいんだと。やっぱマイクロソフト的にも未来があると。 Google Chrome だ、 Safari だっていうものに検索エンジンとしては取られてるわけですよ。だからこれを使ってですね、ユーザーを増やしたいという意図があるのかなと思うんですけど、ここで、まあ、何でも聞いてくださいね、2000文字以内ですよっていうのがあります。なので80歳が気になることっていうのを入れます。日常生活で困ることが気になることが増えてくるんですよっていうことで、視力とか聴力の低下ですよとか、まあ、いろんなものがバーっと出るようになってきています。で、これね、下に引用元が出るようになっています。これやっぱでかいっすよね。チャット GPT の場合はどこから持ってきたのか分かんないと、何を元に作った文化っていうのが分かんなかったと思うんですけど、 Bing の場合にはこれはこういった文からなんですよっていうものが出してくれるから、後々こう辿りやすいっすよね。こっから来てるんだ、なるほどねっていう感じで見やすくなっていると。すごいなと思うのがこの下ですよ。もっと詳しく教えてくださいよとか、80歳じゃないですよとか、気になることありませんとかっていう文面があって、これが続くんですよ。どんどん深掘りしてくれるっていう。80歳で多い病気とかだと、ああなるほど、こういう病気があるんだ、じゃあこういう病気ってどうなんだろうなみたいな、今度またググって結果が出てきたら、あじゃあこれをまたググってググってみたいな、自分でこう親指とかをカタ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 やって何個かね、その文言を入れていかなきゃいけなかったと思うんだけど、それがね、自動的でできるようになったわけですよ。これがね、すごく画期的。もうちょっとじゃあ砕けたね、じゃあ関西弁で喋ってとか入れてみましょうか。こういうおふざけもいけるんかな。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力お願いします。あーなるほど、なんかごめんって言ってごめんって言ってるわ。この辺は学習してますよと。ちょっとまだね、硬いですよね。チャット GPT はどうなんだろう。あーすごい、あ出てきました出てきました。おー気に、ワイがチャット GPT や関西弁でお話ししたのか、あたかくしてお出かけやでーとか出てきてます。すげー、ワイは大阪生まれやが関西弁のことは何でも聞いてやってなってます。楽しい楽しい。やっぱこういうちょっとしたユーモアですよね、ふざけた感じは、まだチャット GPT の方が砕けてますよね。会話の楽しさはあるかなっていう感じ。 Bing の方はお堅いですね、優等生タイプですね。もうちょっと柔軟にね、いろいろできるようになってもいいのかなって感じですけど、まあこれは今後ですね、もっともっとこれが便利になっていくのかなっていうふうには思いますね。こういうね、対話型 AI ですよね。まあ、最近ね、すごく増えてきました。2023年になって一気に。企業とかでもね、増えてきてますよね。それこそ Amazon とかでも、解決できることは、チャットにやらせちゃって、もっとそれ以上に突っ込んだことですよ。例えばカードが不正利用されたかもしんないです、みたいな、そういう緊急的なこともそうだし、例えばよくわからない引き落としがあったんですけど、とか、そういったことは、やっぱ人間に言わないとダメじゃないですか。でもそれ以外で解決できるようなこと、はもう AI にやってもらってっていう。なんで多分そういったほとんどのことが AI で解決できると思うんですよね。例えばこの荷物いつ届くんですかとか、これの発売日っていつなんですかみたいなことだったら AI で答えられるから、そういったものですね、バーコンと大きいものは AI にやってもらって、もっと細かく気にしなきゃいけないような、すぐ解決しなきゃいけないようなことは人間に振るっていう。なんで今までよりもはるかにですね、人の数が少なくて済むようにもなっているのも事実だと思うし、例えば僕が使ってるマネーフォワードとかでもチャットがやっぱ多いっすよね。あと何か買いたいなってホームページとか見てても、購入に対して相談できることありませんかみたいなものも出てきたりとかするから、 AI に仕事を取られるとかなんとかっていうのも、まあ、ネガティブなものもありますけど、確かにそうかなって思うところもね、これ使うとありますよ。実際便利だったりとかするからね。ただそれ以上に突っ込んだことですよね。まあ、小説とかはさ、何かから持ってきたものだと思うし、その文章ですよねが本当に面白いかどうかは分かんないじゃないですか。やっぱ判断するのは人間だから、なんとなし書かれた文章よりもやっぱ自分が思ったことの方が心を込めてね、書けたりとかすると思うから、どういう風になるか分かんないですけど、すごくね、2023年は AI が一気に進化していく年になるのかなっていう風に思っています。
そんな感じ。皆さんどうでしたか？会話型 AI2 回に続きましたけど、後付けで法律ってできていくんで、今は全然ね、整備が追いついてないっていうところもあるかなと思いますけど、でも新しいことっていうのは総じて楽しいことが多いですからね、正しく活用してですね、便利にいろんなことができるようになるといいなっていうふうに思ってます。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つのみのまた明日。